はい、皆さん、アローラ、ポケモン、もう大好きな高橋みどでございます。はい、今回は、ポケモンサン&ムーン、アニメですね、145話の、太陽と月とみんなの夢という回の、感想を言いたいと思います。見ました。ちなみに、ブルシタ、地方なので、ちょっと特撮の話もしてたんですが、ポケモンに関しては一周二周遅いんでございます。なのですいませんが、フールとかそういうテレビ東京系が配信してるやつで見てると思っててください。で、見ましたけど、サトシくんが、アローラの優勝したと思うんですが、でも見てる人たちは分かってると思います。が、優勝しましたが、その後日のお話なんですけど、まあよかったっていうか、サトシくんが行く道決められてよかったなと思いました。さて、そして今後、てか来週最終回なんですね。来週、うーんとかないのに。まあ、とにかく楽しみに、やっていきたいと思います。そして10月17日からいよいよポケットモンスターソード&シールドの発売なんです、アニメ放送日なんですけどね。これ不満じゃないけど、リアルタイム見れないんですよ。さっきも、主さんは地方なので見れません。したがって、ここで暴露だけはしておきますが、特撮でこういうのやってるんですけど、見てないんですかとか質問されそうなので言っておきますが、仮面ライダーシリーズは、と、スーパー戦隊シリーズは見れますが、ウルトラマンに至っては見れません。なので、アマゾンだったり、ネットフリックスだったり、いろんなので見てます。東北でも放送してほしいです。ということで、次は、ポケモンの後にウルトラマンタイムを話すんです。その前に、一つ、予告的なのを、今、これ、今日、10月27日、ポケモン、ゼロワン、ユーソージャー、ポケモン、ウーターマンタイガーのその4つ、同時というか、30分ずつを、そのままで、フルで、公開します。ので、ちょっと、何時になりますかわかりませんけど、やりますので、投稿しますので、お楽しみっていうのと、1日からは、普通にやります。毎日やります。って、そういう感じでお知らせとかでした。ということで、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。